クセつくの外だろっていう感じだよ。まあでも分からなくないのこの叩く時代、うん、個数すら分かりませんみたいな、ね、そうそうそう、先の船をちょっと巻き込んじゃってるみたいな華麗な全価通貨をご覧ください。期待が高まります。はい、京ランド島で、これ多分初超人目指してるみたいな感じじゃないか、世界の名人だし、うん、で華麗な全価がこれだ。俺一番好きなのがゲージが一気にその全化で減ったってのも面白いんだけど、この体の動きって明らかやべってなったんだろうけど、そこから立て直そうとしてもう遅かったその感じが面白かったので入賞させていただきました。これで半年全量できなかったってのは辛いな。でもこの人多分昨日一昨日ぐらいに全量した。え、マジで？8ヶ月かかった。おめでとうございます。よかった、ハッピーエンド。妖怪を包む元祖本家の新規、これの叩き待ちの要素かな。ここら辺でちょっと、これ最高だな。途中から修正しないのも面白い。もう無理だ、もう無理だみたいな。全く同じリアクションしたよ。しかもまだ落ちてないって言って抜けた後クロボトでこの受かり方した人って結構いるのかな。そうじゃないですか。ダイナイの黒バかな。たばっかが切れる。なんか修正しようとしてめっちゃ速くなるんじゃない。街落ちてる、街落ちてるよね。これ100円がこれでね失われるって結構高校生としては辛い、辛いね。緊張陣で多分まあ達人合格目指してるっていうシチュエーションで新竜の中盤を超えてカーロットを2人も残ってる。で新竜のことさ結構あれだよね、考えると終わる、うん、次どっちの手かなとかってやると、うん、あの死ぬっていう、うん、さあどんな叩き間違いが炸裂するのか。序盤だね。これちょっとさ考察してみよう。どうしてこうなったのドボドカーのつもりでやろうとして、あまだだったって言って修正効かなくなって、なんかわけのわかんなくなってるプラス序盤の空打ち引っ張られてる説ある。これさ、なんか企画用にわざとこれやったのって言うのだってさ、この手の位置見てる。なんか見てない時に見た叩き忘れて、そう結構ゲージ残してるね。わあ、これエグいな。初達人だとさ、
今日までにやっぱり5個ぐらい残しておかなきゃとかってあるんですよ、予定っていう。ちゃんとさ、縁でガシャーンって言うの。そう。それはえぐい。もうさ、これ一瞬待って合格でよくね。